午前0時、昼間の小学校は真夜中の小学校へ姿を変える。ここはミッドナイトホラースクール。教える授業は世界の不思議を作ること。決めろよ、ゴー。よし、今日はバッチリだ。行くぞ。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番かっこいいのは誰だっんだ。行くよ。ゲホゲホゲホ、来やがった。どうだ、今日の俺様のファッションは。ちっとも進歩がありませんね。なんだと？じゃ、もう一度ポーズ。こうか。違います、こうです。こうやってネクタイも短く。鏡の中の俺が喋った。鏡の中の俺？おかしなこと言わないでください。こんにちは、僕ミラーヤムヤムです。ミラーヤムヤムだって？鏡の中にいる僕はあなたと比べると何もかもが正反対だから、あなたとは出来が違うんです。さあ、もう一度ポーズ。こうか。違う、こう。まだネクタイが長すぎます。こう。そこでくるっと2回転。今度は逆に3回転。3回転。もう一つおまけに5回転。あー、もう汚いのダメ。綺麗にしなさい。お掃除お掃除。
たいな汚い子供は一生そうしてなさい。おい、こら待てくわ。くそ、一体どうなってやがるんだ。スリー。わあ。ひでえ顔。そっちこそずら。お、親分。ん？誰ですかあなたたち。親分、オラたちがわからないずらか。まあ汚い。お掃除します。え？うわ。さあて綺麗になりました。お次はこれです。うわあ！うわ、体中真っ黄色ずら。君たち。僕と同じバナナ色になれて感謝すること。これから大仕事を手伝ってもらいます。親分どうしちゃったんだ。いい匂いだったズラ。おかしいズラ。ヒッキー、今度はさっきよりも上手ね。見てろよ、本当に飛ぶんだぞ。すごいわ、飛びそうよ。どんなもんだい。やむやむ、せっかく描いたのになんてこと。汚いものはきれいにしなきゃダメですから。そんな。さあお掃除スタート。よっ。やむやむ、なんてことするのよ。僕と同じバナナ色に染まって君たちも嬉しいでしょ。さあ今度はあそこ。怖いズラ。高いとこ苦手なんだよ。サボっちゃダメ。今度はここをきれいにしてください。うわ、不気味ズラ。早くしなさい。ん？泥まみれ。あいつをきれいにしなさい。いい親分。ん？何するぞみ。やめるぞみ。うわ、ちょっと汚い。こらまで。やだぞみ、逃げるぞみ。どうして親分急にきれい好きになったんだよ。まるで別人ずら。くっさー、これってひょっとして。この懐かしい匂い、こっちずら。チュービーじゃないですか。俺様も一緒だい。え、その声は。ジーニー、実は俺たちの親分が。やむやむ。しかしやむやむはついさっきここに来て部屋中をこの通り黄色に塗りたくて行きましたが。そいつは偽物なんだよ。うん、これはひょっとすると不思議な割れた鏡かもしれませんね。あ、これだ。お待たせしました。あ、この鏡だ。一体どういうことなんだよ。この鏡は昼間の学校で子供たちに埋められそのまま忘れ去られたものなんです。ジーニー、助けてくれよ。ふん、そうですね、助かるには鏡の性質を利用するしかありません。良いことをしているのに怒られるはずはありません。そんな色を塗りたくよって、いい加減にしろ。やむやむ。そいつはやむやむじゃないぜ。わあ、鏡の中にやむやむがいる。屋根の上にいるのは親分の偽物なんだ。違います、そっちが偽物なんです。俺様の真似しやがって。
どっちが真似をしてるんですか。まあ、どっちだ。じゃあ親分どうぞずら。任せときってんだ。それは。やっと出られたぜ。ありがとよ、お前たち。いや、どうなってるの。でも、本当にヤムヤムなの。この匂い、間違いなく親分ずら。鏡というのは、同じものを全く対象に、つまり反対の像を映します。あの偽物のヤムヤムが綺麗好きで、おまけに丁寧だったのは、本物のヤムヤムが汚かったからです。なるほど、本物のヤムヤムが急に綺麗になっちゃったから、偽物のヤムヤムが反対にボロボロになっちゃったのね。そういうことです。じゃあリディがあの鏡に入ったら、とってもしとやかな偽リディが出てくるってこと。それどういうこと。これはなんだゾビ。いいもの見つけたゾビ。後で取りに来るゾビ。さあ今夜の不思議はヤムヤムじゃ。不思議な割れた鏡。おいダス、立ち上がれ。嫌です、出すわけにはいきません。そうだ、こいつ俺と反対のことをするんだったな。おい、俺の代わりに宿題をやっちゃいけないぞ。絶対やります。やむやむ、そういう風に不思議を悪用する奴は当分そうしてなさい。出してくれ。